Buongiorno. Oggi sono a Milano, vicino alla stazione di Cadorna. Vi faccio vedere la chiesa bellissima. 皆様おはようございます。今日私はカドルナ駅からすぐ歩いて3分ぐらいの私の後ろにあるこのサンマウリッツィオ教会に来ています。この教会ですけれども、すごいトリップアドバイザーでも口コミのいい無料で入れて、素晴らしいフレスコ画、1500年代のフレスコ画を見ることができる教会なんです。それでは中にご案内してみましょう。さて、私はミラノのカドルナ駅の近くにあるサンマウリッツィオ教会の中に入ってきました。この教会は無料で入ることができて、こんなに素晴らしいフレスコ画を見ることができるんです。まずこの教会なんですけれども、とっても面白い作りになっています。なぜかというと、小さい教会に見えますが、実は私たちがいるこの部分が通常のミサに預かる一般の人がいたところです。ミサは主祭壇で行われていました。ところが今から行くこの壁の向こう側には、モーナ家、修道女たちの場所があるんです。なぜかというと、よく見てくださいね。こういう風になっています。今私がいるのがここなんですが、ここ向こう側で修道女たちは絶対に外界との接触を禁じられていたので、あそこのこの網のところからミサの声を聞くことができたそうです。そしてこの小さな窓から生体配慮を受けて、そして向こう側からこの生体配慮の時に、司祭が聖なるパンを持つ時に小さなドアを開けて見ることができたそうですよ。さて、このサンマウリッツィオ教会の主祭壇のフレスコが聖母昇天、そしてこの教会の名前になっている聖マウリッツィオの殉教、聖マウリッツィオが教会を開いている様子など、この一連のフレスコ画を描いた人物がベルナルディーノ・ルイーニという人です。ちょうどミラノといえば最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチと同年代に活躍したロンバルディア地方の画家です。主祭壇の方はほとんど彼が手掛けましたが、この横の方は弟子たち、そして息子たちが手掛けたそうです。なんとこの全部のフレスコ画を描くのに約60年もかかっているそうですよ。圧倒されるフレスコ画です。主祭壇の左側にあるこちら、十字架効果のフレスコ画ですが、とっても面白いことに、見てください、この人々は横にいる鑑賞している人たちなんですが、何かに似てると思いませんか？そうなんです、実はレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐に出てくる人たちの様子をそっくりそのままコピーしてるんですよね。色がちょっと変わっておりますけれども、ですから同年代にここで描かれたフレスコがこういったちょっとレオナルド・ダ・ヴィンチの影響を受けています。そしてこの次に修道女たちのチャペルに入ってきました。主祭壇とはこの網でつながっていますが、ここから修道女たちはミサに預かっていたところです。さて、この修道女たちのところにある素晴らしいパイプオルガン、さらに向こう側にミサに預かる人々がいるところなんですが、やはり十字架、そして素晴らしいフレスコが、さらにこちらの木造りの彼女たち、修道女たちが座っていたこのままの様子で見ること
的な礼、修道女たちの礼拝堂の奥に有名なノアの箱舟のフレスコ画があります。これ珍しく3つに分かれていて、ノアの箱舟を作って動物たちがね、一組ずつ、要はオスとメスと種類を残すために中に入れている様子、そしてノアが神様からのお告げを受けている様子、さらに大洪水の恐ろしい様子と、大洪水が終わった後にノアがやっとこの鳩がオリーブをね持ってきたことによって、あ、やっと陸にたどり着いたというのが分かる様子、この3つがあります。この一個一個のいろんな動物たちの細かい描き方、一組に出ている様子など、そしてユニコーンがいたり、そしてゾウがいたりね、イタリアにはありえないラクダですとかね、そういったものもすごく細かく描かれています。